はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語アルファベットを覚えよう大文字編をお送りします。で、こっからですね、中学1年生の英語スタートして、で、最初にアルファベットをね、覚える動画をやっていきます。まあ、もしかしたらね、小学生で見てくれてる方もいると思うんですが、今回は大文字を一個ずつ書いていきますので、ぜひね、それの確認とか覚える作業に使ってみてください。で、できればですね、英語ってこういう視線って言って、4つの線で書いていくんですけど、例えばこれ紙ですね。ちょっと映んなかったらごめん。こういう感じの4つの線が書いてある、まあ、ルーズリーフとか、ノート。これ100均とかでも売ってます。で、あとは、視線、4つの線でアルファベットとかで調べると無料でダウンロードできますので、まあ、それでプリントアウトしてもらったりして、ぜひね、一緒に勉強していきましょう。じゃあ早速ね、書いていきますので、よろしくお願いいたします。で、まずですね、まあ、さっきも言ったように、英語っていうのは視線といって4つの線、こうあるんですよ。で、上から3番目が大体赤で書いてあるんですけど、この上から3番目がまず主役で考えてください。イメージは、ここが地上です。地上。みんなが立ってるところ。だと思って。で、下が地下ね。地下1階ね。上が1階、2階みたいな。あ、1階、2階、3階か。っていう感じのイメージでね、思ってもらえたらいいんですけど、英語っていうのは、まあ、大文字と小文字。まあ、大きな文字と小さい文字っていう2種類あるんですが、どの場所に書くのっていうのがすごく大事です。ただ、英語の勉強を進めていくと、だんだんこの視線使わなくなります。そう、使わなくなるの。だけど、英語の最初のテストとかは、この視線のどこに書きますかっていうところまでチェックされるので、適当に覚えてしまうと、せっかく形を覚えたのに、バツとかになってしまうのね。だから、場所もしっかり覚えていってください。では行きましょう。まず A からね。で、A は、一応書き順もね、意識しながら行きます。上の、場所2階、3階か。から、斜めに下ろしてくる。ここからね。ピーつって。で、こっちもピーって斜めに下ろしてきて、まあ、この辺に。これで A です。A。一応書いとこうか。読み方もね。カタカナ表記でごめんね。A。で、次 B ですね。B は、縦。で、ここを、自分は一筆書きで書いちゃうんですけど、お腹を2個こうやって膨らませる感じですね。これで B です。で、C。C はこういう風にカーブ。こうですね。C。ちょっと入らなそうで詰めていくね。で、次 D です。で、勉強していく中で、動画止めることできますんで、一個一個止めながら確認してください。一気に全部覚えようとしなくていいからね。これで D。読み方もぜひ覚えていきましょう。A, B, C, D で次 E です。で、E は結構お父さんお母さんでも書き順で間違って覚えてる方いらっしゃると思うんですけど、E は縦からいきます。縦。で、横。横。横。これで E。でね、今書き順書き順って言ってるんですけど、実際自分もね、まあ俺も書き順ちゃんと覚えてないです。で、これから英語のこの動画ずっと見てってくれたら、あれ書き順違うなって思うこといっぱいあるからね。そう。で、実際自分は書き方というか、この形をしっかり覚えてればいいでしょと思ってます。実際ね。ただ、そのね、学校の先生の中で、特にみんなが中学校で教わる先生の中では、書き順もちゃんと覚えてねっていう先生は実際いらっしゃいます。だから、そこで変に減点食らったりとかするともったいないんで、一応書き順通り書きますね。一般に言われてるやつ。で、次 F も縦からいきます。縦、横、横です。これ F ね。F。で、次 G なんですけど、G がね、教科書によって2つ書き方があるので、ちょっと見ててください。まず1個が、まあ、C みたいにこう、連れてきて、止めて、横、縦みたいな。G。で、もう1個は一筆書きで、こう、切って、ここで戻るみたいな。これは両方あります。だもしかしたらみんなが見てくれてる時には一個に決まってるかもしれないんですけど、これも学校の先生に合わせてください。字はこっちで書くのが多いんですけど、結構。G。で、次、H ですね。で、H も結構ね、間違いやすい書き順が。これは、縦を先に2本書きます。で、横。これで H。A, B, C, D, E, F, G, H, I だね。で、I も、縦行ってから、横、横です。I。
で、J ですね。J は一筆書き、ひらがなの死の反対だね。死は右にカーブですけど、J は左にカーブしてこんな感じ。HIJ で K だね。K は縦書きます。こっちから持ってきます。で、途中から出す感じ。で、K。K でいいか。K でいい ?HIJK。K、K だな。カタカナ難しいね、これだと。K。で、次ですね。こっから3つが混ざりやすいんで気をつけてください。まずちょっと書き方いきましょう。これ、L です。服の L サイズ。大きいサイズとかですからね。L。で、A、L。次、M ですね。M が、こう来て、実は、こっちを先に書いて、斜め。斜めが正しい書き順。らしいです。自分は書かないですけどね、この順番で。まあ一応ね、こう書きます。で、ちょっと入らなかったんでこっち行っちゃいますね。で、もう一個、あれと混ざりやすいのが、縦書いて、縦書いて、ここの斜めを書くやつ。これ、N って言います。N。何が混ざりやすいかっていうと、形は結構みんないけるんですけど、読み方です。L、M、N なんです。全部絵から始まってて、これね、間違いやすいんで、読み方気をつけてください。で、ここまで見て、ピンときた方いると思うんですけど、今、大文字やってますよね。大文字っていうのは、地下に絶対入ってこないんです。下の部分。これ、小文字になると、その赤の線、より下にね、英語を書く場面が出てくるんですけど、大文字っていうのは全部上二つです。二階、三階までしか行かないっていう、地上からね。その幅で書きます。で、まあ、書き順で間違いやすいっていう話をさっき H とかでしたんですけど、特徴としては、まっすぐ縦は先に書きます。全部。まっすぐ縦ね。だから B もここ、D もここ、E もここ、F もここ、H もここ、I もここ、みたいな感じ。M もそうだよね。ここって縦が先に来るっていう。そう、書き順をね、先生がチェックするようだったら覚える。まあ、なんだ、目安として覚えて、それをね、使ってみてください。縦が先っていうね。で、次、O です。O は、まあ、丸ですよね。上からこうやって丸。まあ、ゼロみたいな感じ。O。で、P が、また縦からです。縦行って、上に、ふっくらします、こうやって。これで P。OP。で、Q は、O みたいな。書いて、ここに、ちょんって出てきます。これが Q です。いいかな？まあ、O と Q 似てるけど、向こうは大丈夫だと思います。OP、Q。で、R ですね。R は P に似てて、まず、P 書いちゃってください、一回。こうやって。で、こっから足が出ます。これで R。で、S は、まあ、S サイズの S だね。この辺から、2回カーブしてきてください。こうやって。S。OPQR、ST ですね。で、T も、まあ、ね、間違って書くというかね、方多いと思うんですけど、やっぱり縦が先なので、書き順としては。こう来て、こう。まあ、俺は、横から書いちゃうけどね。はい。これ T。ST。で、U ですね。で、U は、こっから、ぐにゃんとカーブして、こうです。U。これ、カーブが大切。なんでかっていうと、次、U の次、V なんですよ。まあ、V って V サインってこういうのよくありますけど、V は、こっから尖ります。こう、V。だから、U をカーブしてないと、V と間違われてしまうので、こう気をつけてください。で、あと4つですね。W です。で、W も、一筆書きで書きたくなるんですけど、一応、斜め。斜め。斜め。斜めっていうね。逆にこっちの方が書きにくくねえかって思ってますけど、個人的には。まあ、これが W です。で、X。X は×ですね。こう書いて、こう。X。で、あと二つ。Y は、こう書いて、こう。Y。で、最後です。最後は、Z。まあ、ポケモンとかやってる方もしかしたらね、印象が、Z は覚えやすいかも。ごめんね、やってないから意味わかんないと思うんだけど、Z とこうなります。
これがまず大文字です。で、途中でも話したように、大文字は地下の、地下1階に英語は来ません。全部地上の上に乗ってます。綺麗に。で、しかも3階まで全部使えますんで、この上2つの幅を使って綺麗に書いてください。で、最初はめんどくさいと思うんだけど、この幅を意識して綺麗に書くっていうところを大事にしてください。これね、適当に書くと多分最初のテストあるから。テストのこの回答用紙って書くとこあるでしょ？みんなが。そこにね、線が書いてあるんだよ。で、大文字書きなさいって言われた時に、変なとこから始めたりすると、はい、バツみたいな。食らっちゃうので、まあ、そこをね、気をつけて、ぜひ、ま、最初だけだから、そのね、最初意識して、しっかり練習してみてください。では、今回はね、こんな感じでアルファベットの大文字練習させていただきました。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。